はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ロライ35の非常に人気の高いですね、コンパクトフィルムカメラボディ、ロライ35クラシックというですね、モデルになっております。1990年に、ロライ 35S の復刻版として発売された、モデルとのことですね。まあ、ロライ 35S とは、だいぶ形とかですね、もう変わっておりまして、一番違うのがやっぱりこのカラーですかね。ロライ35はもともとシルバーとブラックだけだったんですけれども、まあ記念品を除いてですね、ほとんどその2カラーだったんですが、こちらはロライ35クラシックはシルバーとかゴールドとかいろいろカラーが発売されておりまして、こちらはですね、ただの黒じゃなくて、こう、メタリックグレーと言いますかですね、ガンメタルというか、薄いグレーがかったですね、ブラックになってますね。非常にこちらが希少なカラーになってますので、ぜひチェックしてください。でもって、きっちりドイツ製の個体ですね。はい。外観も大変美品ですので、チェックしていただけましたらと思います。はい。では外観から見ていきます。ロライ35はですね、まあ、ご覧の通り非常にコンパクトで、人気高いんですけれども、ポケットに入れて持ち運ぶことが多くてですね、こうポケットから取り出すときにポロッと落っことしてしまってですね、こういう角っことかをぶつけて潰しちゃったりすることが多いんですけれども、この個体はご覧いただいているようにですね、角つぶれや落下痕、どっかにぶつけたり擦ったりしたような跡は全く見当たらない、大変備品と言っていい状態ですね。お使いになるときはですね、このハンドストラップついてますから、必ず手首に通して、こうポケットから取り出していただきますと、こう、落としたりすることがないですね。はい。レンズも大変綺麗ですね。前玉、ご覧いただいてます通りですね、コーティングのスレや、摩耗などありませんし、擦り傷とか、中玉に曇りカビ、バルサム切れなども見当たらない、大変綺麗な状態ですね。ご覧いただいている通りです。はい、レンズはドナーの 40mm ですねが搭載されております。ファインダーも綺麗で、フロントから見ても鉄眼部から見ても曇りカビバルサム切れチリホコリの混入も見えずに大変綺麗な状態をキープしてますね。マヨのオーナーさんがですね、非常に大切にですね、防湿庫で保管されていたということで、はい、大変いい状態をキープしています。はい、こちら露出計もついておりまして、ご覧の通りきっちりですね、動作してますね。白い針がこの露出計で露出を測ってくれてるんですね。ここから光を読み取ってるんですね。で、簡単に使い方ですけれども、こう構えて右側にあるダイヤルがこう絞りのダイヤルになってますね。ここのボタンを押しながらこう動かしてもらいますね。こう絞り動いてますね。はい。左側のダイヤルがシャッタースピードになってますね。はい。で、絞りとシャッタースピードをこう動かしているとですね、先の丸いオレンジ色の針がこう動くわけなんですが、はい。この白い露出系の針に絞りとシャッタースピードを動かして、こう、先の丸い針を重ねてあげることで、適正露出を得られるという仕組みになってますね。はい。まあ、大体はですね、暗い室内とかでしたら、これは、まあ、開放だったり、絞りが、まあ、5.6 にしたら、シャッタースピードは、まあ、30分の1とかですね、60分の1。で、明るい屋外だったら、ちょっと絞ってですね、8ぐらいにしてもらって、シャッタースピードは、250分の1から125分の1ぐらいで、調節してもらえばいいかなと思いますね。今はこう、ライトに向けて非常に明るい状態ですので、このぐらいの露出になってますね。この露出計もですね、目視で、僕の感覚としては非常に正確に測ってくれていると思いますので、カラーネガ程度でしたらですね、このまま撮影していただいて全然問題ないと思いますね。はい。このシャッターもですね、確認してますけれども、この低速のシャッターも粘りなくきっちりと切れてますね。この巻き上げも、はい、途中で引っかかったりとか、ガリガリしたりせずに綺麗に巻いてますね。はい。各、このシャッタースピードもきっちり切れてますね。
はい、確認済みですので安心してお使いいただくことができますね。はい、絞りを動かすときですがですね、ここのボタンがついてますので、この真ん中、この上側に押してもらって、こう動かしてください。はい。で、ピントなんですけれども、このカメラは目測式のピントになってまして、こう、ファインダーを覗いてですね、こうピントを合わせる、距離計付きのファインダーじゃないんですね。ここにピントがこう合わせてまして、このですね、はい、この、下側のメートルですね。白い文字がメートルですので、こちらを見ていただければと思いますね。上の緑色のメモリはフィートになってますね。ですんで、この2と6のですね、メーターの部分が赤い文字になってますけれども、だいたいこの純物ですね、記念写真とか撮るときにはこの2メートルにしてもらって、で、風景を撮るときにはこの6メートルにしてもらう感じですね。遠くの山を撮るときには、こう例えば無限大にしてもらうとか、だいたいこの3つの、はい、距離ですねを使ってもらえば、だいたいピントが合うんじゃないかなと思いますね。あとはちょっと絞り気味にしてもらって、被写界深度をですね深めにしてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。あと今、こうレンズが出っ張った状態になってますけれども、これはですね、この金色のこのボタンを下に押してもらって、左側にこうクッと回してもらうと押し込むことができます。はい。コンパクトにして使ってもらうことができるんですね。で、撮影するときには必ず引っ張り出して、右側にカチッというまで、はい、回して固定してくださいね。はい。フィルムを入れるときには、ここですね、このレバーをグッと開けてもらって、こう全体をスライドするような感じで、はい、開けてもらう感じです。フィルムのパトローネをこっちに入れて、ここにフィルムを通して巻き込んでもらって、パタッと挟んでもらう。そういう感じになってますね。で、こう入れるんですね。で、露出系の電池はここに入ってますね。はい。まあ、露出系の電池、まだたくさんあると思いますので、しばらくはですね、お使いいただくことができると思います。はい、こんな感じですね。付属品ですけれども、こちらの、まあ、最初にご覧いただいたフードがついてますね。このゴム製のこのフードがついてます。はい。こちらは、純正かちょっとわからません。わかんないんですけれども。はい、こちら。まあ、おまけだと思ってください。こちら、白くなったりとかですね、劣化してボロボロになったりせずにしっかりしているフードですね。で、もちろん、純正のキャップもついております。こんな感じですね。はい。こんな感じで、はい。あとはですね、まあ、これもおまけですけれども、黄色のフィルターがついてますね。まあ、これをつけてですね、モノクロのですね、フィルムを撮影してもらうと、ちょっとですね、コントラストが若干強いですね、写真を撮ることができますね。普通モノクロで雲とか撮るとですね、まあ、白く飛んじゃうんですけれども、このフィルターをつけると雲が綺麗に写りますので、ぜひですね、お試しになってください。あとは、こちらですね。純正のポーチですね。革ポーチが付いてます。これも結構作りがいいもので、硬くてですね、これに入れて持ち運んでいただければ、ほぼ傷つけたりとかですね、ショックを与える心配なくお使いいただくことができますね。こんな感じで、はい、収納してください。はい、こんな感じでお使いいただく感じですね。で、さらに今回は、貴重なことにですね、この日本語の取扱説明書ついてますね。はい。僕が今ですね、説明したような、使い方は全部ここに日本語で書かれてますので、ぜひですね、チェックしてみていただけたらと思います。はい。で、さらにですね、今回はストロボもついてます。はい。このローライ純正のストロボになっております。単三電池で使えますので、すぐに使えますね。はい。こちらはですね、僕が発光もちゃんと確認してますので、ちゃんと光ります。ちょっとチャージが遅いですけどもね、まあ昔のストロボですので、ちょっとチャージ遅いですけれども、きっちりですね、光ってますので、これで夜でも撮影できますね。ということで、こちらのセットでお届けいたします。ローライ3号のクラシックですね。このままでも十分ですね。
撮影にご使用いただける状態ですけれども、念のため末永くですねお使いいただくために、全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、大変希少なですねローライ3号クラシックの、メタリックブラックですね、それに、取扱い説明書とケース、ハンドストラップ、フード、フィルター、ソロボまでついております。こちらのセットでお届けいたします。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。